うわかからない。どうも、タギョシアングラのウッチーです。今回は車を使ってナマズを狙ってきました。それではご覧ください。シンキングだからうまく誘ってトップに出したいね。お、いたくっ、うわくっ、来た、せーの、よいしょ、車フィッシュ、車で釣れました。サイズは50ないくらい。ありがとう、バイバイ。おいた、食え、食った、よし、乗った、せーの、よいしょ、あバイバイ。今のはまあ釣れたってことにしよう。2匹目。おいた、いた、めっちゃいるじゃん。うわ、もう一丁、乗れ。よし、あれー、ここ濁ってるね、いそう。いた、食え、うわー、逃げた。いた、食った、いや、食った、あれー、完全に重み乗ったのにな。お、だけど食いが弱いな。さあ、よし、わあ、なんか絡まっちゃってる。あ、やばいやばい、大丈夫か。よし、直った、せーの、よいしょ、3匹目。糸巻きついちゃって、後ついちゃった。サイズは50くらいかな。ありがとう、バイバイ。お、いた、あれ、食わない。お、いた、お、いた、食え、うわ、お、いた、いた、2匹いる、うわ、あ、こっちの方が食えそう。ダメか、ついてきてた。うわー、ミスター。お、食う、うわ、やめた、なんで。お、出た、うわ、あれはまだ食うな。よいしょ、うわー、逃げた。お、いた、いた、いた、食え、きた、テクトル成功、せーの、よいしょ、テクトロで釣れました。アクションつけないでただ巻きが効くね。で、サイズは55ないくらいかな。ありがとう、バイバイ。こうやってテクトロできる水路ってあんまないけど、もしあれば皆さんも試してほしいですね。特に初心者はキャストする必要がないから簡単に釣れると思う。いた、いた、いた、来てる、来てる、来てる、来て、あれ、やめちゃった。お、追ってる、追ってる。あれ、食った。うわ。お、いるいる。食え。うわ、なんで食わないの。食え。ナマズです。ナマズ系。はい。ナマズおるかい？あ、いっぱいいます。あ、ほんに。こんな感じでいます。ナマズです。はい。サイズは40ちょいくらいかな。ありがとう。バイバイ。この車ただ巻きで引き波立てた方が釣れるわ。ただ巻きで押してアクションつけて食わせる。それがいいかもな。いいサイズでした。あ、バレた。さっさと抜き上げればよかった。テクトロ最強だな、このルアー。お、いた、いた、食え、
うわかからない、かからない。お、いた、うわ逃げられた、いた、うわかかんない。お、出た、うわいるじゃん。お、反応した。よし、せーの、よいしょ。ちょんちょんして釣れたのは今日一のサイズ、やりました。で、サイズは60センチ。ありがとう、バイバイ。雨降ってきたから今日は終わりにしようかな。おいた、食った、よし、乗った。せーの、よいしょ、極太の一匹釣れました。サイズは52センチで小さいけど太さがやばい。サイズの割に太さが異常だわ。ありがとう、バイバイ。分かりづらいと思うけどその辺に段差があって奥側だけちょっと浅くなってんだよね。そこにいたね、まだいそうだ。いた、よっしゃ、うわー、やっぱりいたね。浅くなってるから捕食しやすいんだろうな。お、いた、くえ、離した。うわー、もう一匹いるな。お、来た、くえ、うわー、やめちゃった。いた、出てきたよ。あー、追ってる。うわー、やめちゃうな。いや、まだ追ってるな。で、よし、あら、あれー、もう一匹ぐらいいたような気がしたんだけど、いた。うわー、で、うわ、畜生、かからねー。いた、大2匹いるよ。奥の方がでかいな。くえ、うわー、かからない。くえ、うわー、ちっちゃいのが来た。いた、食った、よし、うわ、いた、来た、くえ、うわー、ついばんでやめちゃうね。お、2匹いる。これ、さあ、せーの、よいしょ。サイズは50前後くらいかな。ありがとう、バイバイ。いた、あそこにいるわ。これ、さあ、よーし。あー、バレた。お、出てきた。お、あれでかいね。あ、ちっちゃい方が食った。いた、食った。うわ、なんでかかんないの。くえ。うわ。くえ。うわ、直前で見切るな。いた。せーの、よいしょ。では55前後かな。ありがとう、よいしょ、バイバイ。いた、食え、うわ、まだ食うよ。かからない、来た、うわー、いた、くえ、来た、うわー、いた、
だいぶ見切られたけど威勢のいいやつはちゃんとかかったね。今回はこれで終わります。それでは。